どうも、かえこうじです。今日は SR400 のユーザー車検にチャレンジしてみたいと思います。というわけで、今向かっているのは湘南自動車検査登録事務所です。そこに行って初めてのユーザー車検をやっていきたいと思います。ユーザー車検自体は去年マイカーでね、一回経験してるんですけど、バイクのユーザー車検は初めてです。昨日の夜点検整備をしました。この SR は一昨年の5月、2015年の5月から乗ってます。僕の手元に来た時は本当ボロボロで、それでも車検はほとんど丸々2年残っていた状態だったんですよ。ただもう本当にボロくて、エンジンのかかりも悪いし、調子も悪いし、いろんなところが錆びてるし、まあそんな SR をきれいにして整備して乗ってたんですけど、これはね、知り合いに譲ってもらって、その時譲ってもらった金額が5万円でした、まあ、その後整備とかいろいろカスタムでお金はかかってるんですけど、このね、5万円で買ったボロボロの SR、 これ年式は1993年のものですね。24年前の SR になります。この24年落ちの5万円で購入した SR、 果たしてちゃんと車検に通ってくれるのか、まあ、ちゃんと整備すれば通るんでしょうけどね、ちゃんと車検に通ってくれるといいんですけど、はい、ここが検査場ですね。到着。今重量税の納付と自賠責保険の手続き、あと受付を済ませて、これから検査レーンに入ります。さあ、これからレーンに入りたいと思います。どうなるかな、緊張しますね。いやー、どうなるかな。一番引っかかりやすいのは後軸だそうで、ヘッドライトの調整ですね。一応なんかネットで調べてやってきたんですけど、どうなのかな、結構シビアなのかな。後軸の検査で落ちたら、検査場の近くにテスター屋っていうのがあるらしいんで、そこで後軸を調整してもらって再び検査を受けると、そういう流れになると思いますけど、いやー、なんとかね、一発で通ってほしいですけど。乗ったまんまで大丈夫ですか？あ、大丈夫。はい。ライト入ろう。あ、いった。あ、いや。はい、コースのやり方は、あ、分からないです、初めてです。はい、じゃあちょっと前の後ろの方でちょっと待ってください。ガス大丈夫？あ、ガス。あ、ガスやるんですか？
え、全然わかんないな。ん？あ、これ自分でやるんですか？これを突っ込んで、はい。OK が出たら、記録しておいてみれば。全然わかんない。ん？はい。あ、自分でやるんだ。はい。これを、あ、これじゃねえな。はい、いえいえ、あ、そうなんですね。はい、これがスピード前ですね。ガス終わり、ガスやっちゃいましたね。なんかガスやらなくてよかったみたいです。スピードから行きます。はい、1速でいいんですか？一速で、はい、これは2軸ね。ギア、ギアニュートラル。あ、ニュートラル、はい。でこれ2軸踏む、踏みっぱなし。はい。だから自動的にメーター見て、自動的にスピード上がってきますから。あ、わかりました。40になったら足上げる。あ、はい。メーター見ておいてね。はい。自動的に上がるから。前もブレーキ、はいはいはい。後ろも止まる間違ってないけど、このままほっとけばいいんですね。はい、今度は前輪のブレーキ見ますか。はい、ブレーキ一切かけないで、はい、ここを見て、はじめブレーキ離しておく。ずっと前輪ブレーキを離してください。で、あれが赤になったら、はい、前後輪のブレーキかける。前後輪のブレーキをかけてください。ブレーキを、あ、前輪を離す。今度は今のヨーヨーで後輪のブレーキがありますから、はい、後輪をここに、後輪を前車に乗せてください。ギアニュートラル。はい。で、今の要領で向こう来ておくね。はいはい。初めに離しておく。はい。で、指示が赤になったら前後輪を。はい。まだよ。後輪ブレーキを離してください。はい。前後輪。前後輪のブレーキをかけてください。ブレーキを離してください。デッドライトで終わりだから。はい。白い線のところにライトが行くように、これが、これに当たるぐらい。はい。ヘッドライトを点灯します。ゆっくり停止をし、停止ランタンで進んでください。ギアをニュートラルにしてください。ヘッドスイッチを。で、ハイビーム。足はいい。車を安定しておいてね。で、これで光量と角度を言いますから、光量が足りないときは、少し吹かせばね。はい。まあ、動かしてもよ。うわぁ、ヘッドライト。どうだろう。もう一度吹かせます。はい。ちょっと吹かしてみよう。角度がどういうふうにおかしいかっていうのは、そこの制御室でね、はい、教えてくれるから、はい、3回入られるからね。今度は入るときは広くしてください。ヘッドライトだけおかしかったから、はい、ヘッドライトだけに下にボタンがあるから、はい、向こうでチェックを
動けてからヘッドライトをやると、はい、でどういうふうに角度がおかしいのか、はい、光量は今吹かしたけどダメだったけどね、あれ光量もダメでした、分からないでしょ、ああそうか、はい、光量だから多分いいと思うんだよ、はい、だから角度だと思うけど、はい、そこの制御しているデータあるから、あ、分かりました、はい、はい、高軸で結局落ちた、やっぱりか、よし聞いてこよう、はい、上に向いちゃってるってことですね、そう、上に向いちゃってる、上に向いちゃってる、上に向いちゃってる、はい、ありがとうございます、ど真ん中であればいいですね、はいはい、1日3回入れんだ、いや3回しか入れないのか、上に17センチ、右に 37.9 センチ、そうか、これを調整してもう一回入りたいと思います、こんな適当で大丈夫なのかな、ちょっとだけ下げました、10メートル先で17センチだからね、ほんのちょっとでいいと思うんですけど、左右に関して言うと右に38センチか、こんなん自分で調整できるわけないよね、よし、これで一回入ってみてダメならテスターやに GO ですね、よし、2回目のレーン突入、あんな調整で通るのかはちょっと疑問ですけど、完全に直感で調整したんで、まあこれで通んなかったらテスター屋に行くってことで、なんか排気音とかもちゃんと測るのかなと思ったら意外に測ったりしないんですね、あとこのバイクに関して言うと排ガスは検査しなくてもいいっていうことでした、テスター屋に行きましょう。
テスター屋はあそこか。やっぱダメか。お願いします。あ、こんにちは。ありがとうございます。よっ。